U17 ワールドカップ8強が出揃った。キム・ジョンス監督が率いる U17 韓国代表はアジアで唯一の8強進出国となった。韓国はソ・ジョンウォン、シン・テヨンが主軸だった1987年大会とソン・フンミン、キム・ジンスらが活躍した2009年大会に続き、歴代3番目であり、10年ぶりに大会最高成績である8強進出を成し遂げた。8日午前に行われた16強最後の2試合で、イタリアとパラグアイがエクアドル、アルゼンチンをそれぞれ1-0、3-2で下し8強へ進んだ。これにより欧州からはオランダ、スペイン、イタリア、そして韓国との組別リーグ C 組第2戦で 3-1 の勝利を収めたフランスなど4チームが8強に進出した。このほか、開催国ブラジル、パラグアイなど南米が2チーム、そして韓国の8強の相手であるメキシコが北中米からただ18強進出に成功した。また16強戦で日本はメキシコ2-2、オーストラリアもフランス2-4と敗れ、韓国が唯一 AFC 所属の8強進出国となった。